はい、渡辺よしです。今回もね、今回、このスペードエースのカメラ迷彩チャレンジやっていくんでね。はい、今回はフリーフォールでマップはブリーチになります。で、スペシャリストはね、バッテリーのキネティックアーマーでね、頑張ってみたいと思います。スペードエースね、カメラ迷彩あと1回なんでね、スチールあと1回やればカメラ迷彩解除になるんでね。ゴールド、ダイヤモンド、ダークマター、ミサイル解除になるんでね。順位は度外視になります。最近やりづらいプレイヤーばっかりでね、前より苦戦してるんだけど、少しだけね。今回、コージネイル2のね、DIY11 レノバーター&スペードエースで頑張ってみたいと思います。ハードウェア組み合わせたりね、コンカッションとかフラグとか投げてくる敵さんと結構投げ物とか結構使ってくる敵が多いんで、もう2キレってんの？カード待ち強ポイントちょっと行きたいんだけど、ちょっとスチール取りたいですね。1キル頑張ってまいりましょう。キネティックアーマーがちょっと溜まってないんだよな。2キル2キル2キルまでは簡単にできるよこれ。3、あと2キル。キネティックアーマーがこういう時に溜まっててくれてたらな、確率は全然ちゃうんだけど。3キル4、あと1キル。やりましたー、ダイヤモンド迷彩、ゴールド迷彩、カメラ迷彩やりました。ケアパック1コマ、 UAV マイオンライン。よし、敵さんいないね。ゴーストいねえだろうな。 HXDHXD 和田なの。お、 HXD がダブル。いや、プロジェクター今度逆から攻めてみよう。同じとこから行くとバレるんで。ここいねえか、やったの。よかったな。1位になりたいねこれ。よかったよかった。今んとこに、いるね。結構早い段階で、キネティックアーマー使わなかったんだよな。使わないで。ダークマターめっちゃ解除するね、これね。いないね。これ、出してる時に限って敵となかなか出くわさないな、これ。キルがストップしてるね、これ。あらあら、全然ダメだこれ。あらあら、これゴリドーって言ってこういうのやめろよ、エンブレムは。ちょっと下品すぎるやろ、このトップのやつがよ。お、こういうやつ1塗ってほしくねえな。かなり下品だよこれ。ちょっと考えられないよこれ。結構日本人こういうの多いんだよ、あの下品なやつが。よっしゃ、
成績めちゃくちゃ悪いんだけど。あらら、全然ダメだな。まあいいわ。ちょっといまいちだね、この武器。もう終わりなんだよね、これ26キロやってるからな。あらあら、落ちてしまった。こいつが1位かい。こんなやつがよ。ちょっと成績悪いんだけどね。成績は度外視なんで。よかったな、でも解除できて。こんなエンブレムやめろよ、このゴリ童貞ってよ。ちょっと下品すぎるだろ、ちょっと。考えてからやってくれよ。ちょっと不快だよ、はっきり言ってな。今回の成績は13キロ16です。比率 0.81、スコア1425でした。はい、抜けまーす。やりました。カメレオン迷彩ね、死なずにスペードエースのみで5キルするかける5でカメレオン迷彩解除。プラス 2500XP。ゴールド迷彩、スペードエースの全迷彩アンロックするでゴールド迷彩解除に、プラス 5000XP。ダイヤモンド迷彩、サブの全ゴールドアンロックするでね、ダイヤモンド迷彩解除に、プラス 5000XP が入れました。それと同時にね、ダークモター迷彩解除にもなりました。やりました。暗号機1個ぐらいでしょ ?2 個入ってるかな。フリーフォロー少ないんでね、ほんとやりたくないんで、本当はね、チャレンジのためにね、仕方なくやってるんでね、仕方なくって言ったらあれだけどね、まあ面白いんだけど、でも、チーム戦の方が俺は好きなんで、ちょっとチャレンジやりやすいんでね、フリーフォローやってるんだけどね、やりましたね、今回ね、このカメラ迷彩解除してね、ゴールド、ダイヤモンド、ダークマター迷彩解除ね、ブリーチのフリーフォールでやったんだけど、最近やりづらいプレーばっかりでね、ちょっと前より苦戦してるんだけど、少しだけ。IW やり始めたらもうこの BO3 やらなくなると思うんでね、もうね、多分。たまにやるかなって感じなんだと思うんでね、もうほとんどやらないと思うんでね、プレイ実況動画もあんまり上げないと思うんで、もう今回カメラ迷彩で行ってみようかな。マップもやっぱりね、IW のが面白いんでね、全然 BO3 ね、マップがね、いまいちなんで、ね、面白いマップもあるんだけど、今回のブリッジとか面白いんだけど、ニュークタウン、コンバインとかね、面白いマップもあるんだけど、あんまいまいちのマップも結構多いんで、その点 IW めっちゃ面白いんでね、全マップ面白いと思うんで、全マップかな。デフォルトのマップ面白かったんでね、ベータ版でやったんだけど、4種類ぐらいかな。
やりましたね。これまた解説やっていくんだね、これね、スペードのエースとね、この悲しみの道のね、解説の方もやっていくんだね。で、あとこの2種類まだなんだけど、これちょっと、ダークマター迷彩解除後でもうゆっくりだと思うんでね、もう IW がリリースされるんでね、その前に終わらせたいんだけど、ちょっと日数的にちょっと厳しいね、あと4、5日ぐらいしかないんでね。はい、以上にしたいと思います。はい、今回はね、DIY11 レノバタ&スペードエース&バッテリーのキネティックアーマーでね、ブリーチのフリーフォールでね、スペードエースのダークマター迷彩を解除できて大満足します。あとよろしければね、チャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。